相沢、ここにいたか。時坂に柊木さん、どうしてここに？いろいろあってな。とにかく無事でよかったぜ。ええ、どうやら大事に至らずに済んだみたいね。ん？ま、気にしないでくれ。それよりお前、退部届を出しちまったんだってな。あんたには関係ないでしょ。まあそうだな。俺も中学で部活を辞めた口だし、辞めるのは個人の勝手だろ。けどな、空手部の連中は心配してたぞ。部長さんも、もちろん空もな。もう疲れたのよ。これ以上惨めな思いをしたくないの。あの子が、空が入ってきて最初は本当に嬉しかったわ。あれだけ有望な後輩。
どこまで伸びるか楽しみだった。何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが誇らしかった。でもある時、練習の最中に気づいてしまった。瞬発力にパワー、体幹の強さにバランス感覚、古流の空手で磨いたらしい技のキレや格闘センスそのもの、あの子が私とは次元の違う本物の天才だってことに。今はギリギリ私が上だけど、すぐあっという間に追い抜かれる。それに気づいてからあの子に笑顔を返せなくなって、空への真っ黒な気持ちを抑えられなくなっちゃって、可愛かったはずの後輩に辛く当たってしまうようになって、そうしたらそんな自分にますます嫌気がさしてきちゃって。相沢。ああ、ほんと情けないよね。小さい頃から迷いなくひたすら空手に打ち込んできたつもりだったけど、才能の差を見せつけられたくらいでこんなにも心を乱しちゃって。いや、俺も少しはわかるような気がするぜ。5年以上前になるか、じいさんの道場で空と一緒に稽古をしてた時のことだ。外見こそガキそのものだったが、心から楽しそうにただまっすぐに稽古に打ち込んでてな、子供心に眩しいって思ったもんだぜ。その後俺は中学くらいにじいさんの道場に行かなくなったが、今考えりゃあの時の空みたいに自分がまっすぐに打ち込めない、心から楽しんで武術に取り組める才能がないって気づいたのが理由の一つだったかもしれねえ。そう思ってな。そっか。でもよ、別にそれでもいいんじゃねえか。え？嫉妬なんて誰にでもあることだろう。それ自体はそこまで恥ずかしがることじゃねえ。それに空にしたって完全無欠の天才ってわけでもね。現にちょっとしたいさかい程度で技や動きのキレが鈍るくらいだ。まだ一年坊、心の鍛錬はこれからだって証拠じゃねえか。あ、俺が言うのもなんだが、修行不足はお互い様だろ。先輩とか後輩とか一旦抜きにしてみろよ。そうしたらお互いに分かり合えるんじゃねえか。時坂くん。空にあんなひどいこと言っちゃったんだよ。あんたさえいなければ、あんたさえいなければこんな思いをしなくて済んだのに。相沢、それは。今さら許してもらえるわけないじゃない。いけない。相沢。イクリプス、やはり得意点として働いていたみたいね。千秋先輩。あなたは。ソラ、どうしてここに。その千秋先輩の悲鳴が聞こえてきて。コウ先輩、千秋先輩はそこにいるんですね。ソラ、お前こいつが見えるのか。いや、なんとなく何かがあるくらいにしか。でも感じるんです、千秋先輩はそこに消えたんじゃないかって。そうか。大丈夫、心配はいらない。私が必ず助け出してみせるわ。時坂君、彼女を連れて一旦安全なところへ。いいえ、
どうか私も連れて行ってください。この公園は前に先輩に教えてもらった場所なんです。もやもやしている時はここで走り込むのが一番だって。ああ、だからこの場所が分かったのね。ここに来てたっていうことはやっぱり先輩も悩んでいたんです。あんなに面倒見が良くて優しかった千秋先輩が私のことで、だから私がこの手で先輩を助けてあげたい。そして今度こそ正面から向かい合いたいんです。この光、まさか。とどろけ、バリアント。こいつは抵抗のソウルデバイス。これってあの時先輩たちが持っていた。思い出しました、昨日のこと全部。不思議な場所と大きな土偶みたいなのと。そっか、私も先輩たちに助けてもらっていたんですね。さすがにたまげたぜ。ええ、彼女まで的確者だったなんて。どうする、ヒイラギ。ソラは知っての通り正真正銘の武術の天才だ。この状況で戦力に加えない理由はねえんじゃねえか。それはお願いします。この力があればきっと先輩たちのお役に立てるはずです。だからもう分かった、分かりました。ソラさんだったわね。私はヒイラギアスカよ。ネメシスの名においてあなたに協力を要請するわ。よく分かりませんが、よろしくお願いします、アスカ先輩。よし、そうと決まれば善は急げだ。とっとと乗り込んで相沢を助けるとしようぜ。はい、行きましょう。なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。大丈夫ですか千秋先輩、今助けて。バカ、なんで来たのよ。助けるだなんて私にそんな価値ない。あんたにどれだけひどいことをしたと思って。そんなこと言わないでください。私は千秋先輩のこと尊敬しています。だって先輩は私の知らない強さを教えてたから。え、私上京したばかりの頃、新しい生活に馴染めるか不安でした。でも先輩が支えてくれたおかげでそんな不安から救われたんです。本当の強さは単なる力や技なんかじゃない。
人を勇気づけられる強さなんだって知ることができたんです。ソラ、私これからも先輩と一緒に頑張っていきたいです。そして本当の意味で強くなりたい。だから、だから。ソラ、人の心の影につけ込むエルダーグリード、相沢さんを助けるにはあれを倒すしかないわ。上等だ、行くぞソラ。はい、待っててください、千秋先輩。なんとか勝てたか。異界化が収束していくわ。無事に戻ってこられたみたいだな。ええ、まさかこんな即席のチームであのクラスのグリードを倒せたなんて。先輩、目が覚めたか。かなり消耗してるみたいだが。ソーラ、ありがとう、助けてくれて。いいえ、私は何も。コア先輩たちのおかげです。よかった、本当に。ソラ、今まで本当にごめんね。情けないけど、やっぱり私もまだまだ未熟だわ。私もソラみたいに強くなりたい。どこまでもまっすぐな強さ。これからも一緒に切磋琢磨してくれる部長たちもいる。あの女子空手部で。はい、もちろんです。待たせたな。はあ、呼び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて遅くなっちまった。正直すっぽかされるかと思ってたが、待っててくれてよかったぜ。それで話というのは？なんだか告白でもされてしまいそうなシチュエーションだけど、明日から連休だし、デートのお誘いかしら。あ、からかうなっての。その、なんだ、要件を言う前にまずは礼を言わせてくれ。え、
昨日の件、もし柊がいなかったら空や相沢は助けられなかった。それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれねえ。だからありがとな。別にお礼を言われる筋合いはないわ。ネメシスの人間としてなすべきことをなしたまでよ。そうかい。まあいい、ここからが本題なんだが、ヒラギ、俺を使わねえか？どういう意味？今後ももしこの町で異界の事件が起きるなら、俺にも手伝わせてほしいんだ。時坂君。まあ聞けよ。異界やグリードのせいで知り合いが何人も巻き込まれてんだ。前にも言ったが、もう俺には人事じゃねえ。お前だって一人じゃ大変だろ。少しは力になれると思うんだ。何度も言わせないで。表の人間が裏の世界に首を突っ込むべきじゃない。あなたの力を借りたのは緊急度と計りにかけた上での一時的な措置でしかない。たまたまうまくいった程度でヒーロー気取りはいただけないわね。たく、手厳しいな。ヒーローだとかそこまで調子に乗ってるつもりはねえさ。ただ手が届くものくらいはせめて守れるようになりたいんだ。お前とならそれができるような気がしてな。ヒロギ。おい、我ながら臭いとは思うが、さすがに笑いすぎだろう。ごめんなさい。わかった、気が向いたらお願いするわ。どうやら彼女も力になってくれるみたいだし。ソラ、お前気づかれてたみたいですね。もちろん私も同じ気持ちです。先輩方にぜひともご恩をお返ししたいですし。おいおい時坂君はともかくよろしくお願いね、ソラちゃん。はい、アスカ先輩。二人で話を進めるんじゃねえっての。始まったみたいだね。さて、どんな輝きを君たちは見せてくれるのかな。